続いてはゲストコーナーです。今日は AGF 関東株式会社管理部総務グループの橋本琴恵さんにお越しいただきました。橋本さん、こんにちは。今日はよろしくお願いします。こんにちは、どうぞよろしくお願いします。はい、今日は私たち AGF 関東の従業員が普段工場で着ている作業服でお邪魔させていただきました。作業服で着てくださったんですね。はい、素敵。こう緑の襟がアクセントになってますね。ありがとうございます。はい、とっても可愛いです。橋本さんはコーヒーマイスターの資格をお持ちだそうですね。はい、そうなんです。コーヒーマイスターというのは AGF グループでの社内資格になるんですが、コーヒー検定初級、中級、上級すべてを合格すると得られる資格です。コーヒー検定上級は数ヶ月間にわたる研修で、コーヒーの栽培から流通に至るまでさまざまな知識を習得しまして卒業することができます。AGF グループ全体でもコーヒーマイスターの資格を持っている人は少ないのですが、 AGF 関東では私一人が持っている資格です。なるほど、橋本さんお一人なんですね。はい、いや、レアな資格をお持ちなんですね。さあ、冷え込みも厳しくなり、温かい飲み物が恋しい季節になってきましたよね。ご当地のお客様向けのコーヒーも誕生したということですが、どうでしょうか。はい、北関東エリアのお客様向けに商品開発をしたちょっと贅沢なコーヒー店、レギュラーコーヒー北関東香る深いコクのブレンドをご紹介いたします。これからの季節にぴったりなので、ぜひお試しいただきたい商品です。北関東香る深いコクのブレンド、地域ごとに味の好みが違うんですか。そうなんです。味の素 AGF では地域ごとに異なる嗜好に合わせて、全国で8つの地域の皆様に向けたレギュラーコーヒーを販売しています。今日ご紹介するこちらの商品は、商品開発担当者とエリアの営業担当が実際に北関東にある地元の喫茶店などに足を運んで現地調査を行いまして、そこで収集したものや弊社独自のデータをもとに地域ごとの嗜好や特性に合わせ商品開発をいたしました。北関東エリアではしっかりとした味を好まれる傾向があるため、こちらの商品は北関東エリアで好まれる濃く甘い香りが引き立つコク深い味わいが特徴となっています。私たち AGF 関東の社員も何度も試飲しまして、北関東で好まれる味わいを追求したり、パッケージや商品名の開発にも携わりました。また太田市にある AGF 関東で生産していますので、北関東の皆様に向けた北関東の地元工場による商品なんです。なるほど、北関東エリアしっかりとした味を好む傾向がある、これは私も分かりますね。はい、気になります。さあ、コーヒーといえば無類のコーヒー好きの梨田アナです。梨田アナに試飲してもらいましたので、 VTR をご覧ください。ということで、私梨田1日に3回はコーヒー欠かしません。それくらいコーヒー好きでございます。さあ、今日はですね、こちら見てください、ネーミング、ちょっと贅沢なコーヒー店、北関東香る深いコクのブレンドということで、随分とパッケージもね、豪華な印象があるんですが、こちらをいただけるということで、早速ちょっと飲まさせていただきます。こちらですね、これは美味しいです。あの香りもさることながら、ちょっと苦さがあるんですが、そこが深いコクなんですよね。これコーヒー好きにはたまらない一品ですね。はい、梨田アナ美味しそうに飲んでましたね。はい、あのコーヒー好きの方に飲んでいただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。とってもいい香りで落ち着く香りです。私もこのコクの深い味わいがとてもお気に入りです。年末年始せわしない日が続きますが、こちらでほっと一息できますね。はい、重厚な味わいがありますので、午後のおやつのシーンでスイーツと一緒にお召し上がりいただくことがおすすめです。特にチョコレートなどは相性がいいですよ。コーヒーとともにちょっと贅沢な時間をお楽しみいただきたいです。さあ、今日は特別にプレゼントも用意していただきましたね。はい、本日はこちらのご紹介した
ちょっと贅沢なコーヒー店レギュラーコーヒー北関東、香る深いコクのブレンド5個セットを5名様にプレゼントさせていただきます。いや、気になった方多いのではないでしょうか。飲めるチャンスです。ご希望の方はメールでご覧のアドレスにお送りください。住所、氏名、連絡先、番組の感想を書いてくださいね。今月27日火曜日締め切りです。当選者は商品の発送をもって返させていただきます。それでは橋本さん、最後にメッセージをお願いします。はい、北関東ブレンドは私たち AGF 関東の従業員が何度も試飲して北関東の地元の皆様の好みに合わせて心を込めて作った商品です。ぜひ群馬県の皆さんに味わっていただきたい商品です。作っている生産現場の従業員からも本当に美味しいので地元の方に飲んでもらいたいと声が出ている商品です。お近くのスーパーやドラッグストアでお買い求めいただけますので、お試しいただいて、ぜひ地元の工場で作られた地元の味をご賞味ください。 AGF 関東株式会社の橋本琴恵さんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ここまでゲストコーナーでした。